どうもこんにちは。今日はですね、風邪をひいて食欲がないことを利用してダイエットを試みるという話をしていこうと思います。私はデブでメタボなんですけども、季節変わって秋は過ぎたはずなんですが、私の食欲はとどまることを知りませんでした。馬のように超えるどころか、完全に豚になっています。先日は健康診断でメタボ判定に引っかかり、特定保健指導なる制度を利用できますよと通知が来ました。これは困ったぞと。このまま行けばベルトの一番遠い穴っていうんですかね、一番大きな穴が足りなくなって L サイズのベルトが使えなくなり、 LL サイズに切り替える、買い替える必要が出てきました。当然ベルトがダメになるっていうことはですね、サイズアウトになるのはベルトだけではありません、スーツも買い替えないといけないし、礼服も買い替えないといけないし、ジーンズなんかもダメだろうと思いますし、綿パンもダメだろうという可能性が濃厚でした。そんな私のための追い風が吹いてきました。私はその追い風に乗ることにしました。そんな話です。このブログずっと見ていただいている方ならわかるはずなんですけども、追い風の正体は風邪です。久しぶりに、風邪ひきました。38度4分5分ぐらいまで出ましてですね、結構しんどかったです。で、今ではだいぶ収まってはいるんですけども、同じように赤ちゃんもですね、同じように熱が出ました。で、赤ちゃん病院に連れて行って見てもらったところ、風邪ではないようなので、ひょっとしたら私だけが風邪なのかもしれません。で、赤ちゃんにはですね、熱が出たんだけど薬を飲ませないで治療しようという方針で行ったので、自分だけですね、楽をして薬を飲むというわけにはいかない事情だということで、今回はもう何もせず安静にしてやり過ごすことにしました。するとどうでしょう。ご飯食べるとですね、胸焼けがするようになったんです。もう俺も年なのかなと思いましたけども、試しに胸焼けがなくなるまではちょっと放置した方がいいのかな、風邪だからなっていうことで、ほったらかしにしたところ、全然胸焼けが治りません。でも、胸焼けはしながらお腹が空くっていうところがデブらしいんですけども、お腹は空くので、お粥を食べようっていうことで、水たっぷりのお粥を食べたところですね、少量で、満腹になるっていうことが分かりました。これはひょっとしたらチャンスじゃないかなっていうふうに思ってですね、せっかく風邪で苦しみながらもですね、やってるんだから、ちょっとぐらい体重減ってもバチ当たらないんじゃないかなと。ひょっとしたらこれがアラフォーの私へのクリスマスプレゼントなのかなということで、とにかくこのビッグウェーブに乗るしかないと思いました。こんな状況になって4日間が経過しました。胸焼けはさすがにしなくなったんですけど、相変わらずお粥生活をしています。で、朝とかはですね、もうみかん1個とか2個とかで過ごしています。結構それすると体が楽でいい感じなんですけども、その効果があるのかなと思うんですけど、ベルトの穴がですね、一つ短くでも止まるようになってきました。このままメタボの基準をですね、卒業して、特定保険指導権をですね、市役所に叩き返してやろうと目論んでいます。と、喜んでいたのも束の間でですね、そろそろ年貢の納め時の締め切り音がどうやらなってきているなというのが実感しています。そうなんです。お粥だけではですね、お腹が膨らまなくなってきました。というか、家族が食べているのを指をくわえて見ていることが辛くなってきたからです。で、熱もですね、おかげさまで平熱になりまして、体も軽くなってきました。まだちょっと喉とかがおかしくて声がいつもと違う感じなんですけども、
だいぶ楽で普通通りになってきました。で、まあ、体も軽いっていうことで、やっぱり動いたりすることが増えてきまして、動くとやっぱりお腹減るんです。で、ほんと困ったなというところでございます。で、このせっかくのダイエット法なので、クリスマスまで続けられたらですね、年末年始はですね、暴飲暴食でも許されるんじゃないかなというふうに期待をしながら今も続けているところでございます。またこの結果はですね、分かればご報告しようと思います。今日も最後までご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。